イダカーシーは、イギリスのバイオリニスト。エセックスのグッドメイヤーの生まれ。4歳からピアノを始めるも、6歳の時にバイオリンに転校し、8歳でトリニティ音楽カレッジを優等の成績で卒業した。その後は、タカールシェフチーク文科のエドガー・マウン・チェアの下で、研鑽を続け、10歳の時にサウサンプトンで、 ヘンリク・ビエニャフスキのバイオリン協奏曲第2番の第1楽章を弾いて好評を博した。13歳からレオポルト・アウアモンカのマーガレット・ホロウェイに支持し、16歳でエオリアン・ホールでプロデビューを果たした。1930年にはスタンリー・ウィルソンのバイオリン協奏曲を初演している。1931年からジェラルド・ムーア。 セドリック・シャープラとトリオを組みながら、ソリストとしての活動を継続し、ハワード・ファーガソン、ヘレン・ジャストとの室内楽演奏も活発にいった。1938年には、アーサー・ベンジャミンのロマンティック幻想曲の初演で、バイオリン独奏を担当した。第二次世界大戦中は、島での演奏会を中心に活動し、マイラ・ヘスの企画した。 ナショナルギャラリーランチタイムコンサートの常連として、キャスリーン・ロングラと共に出演した。この頃の活動として、アーネスト・ジョン・モーランのバイオリン・ソナタ、アーノルド・バックスのバイオリン競争曲の初演などがあり、1943年に、サミュエル・バーバーのバイオリン競争曲のイギリス初演の際にもソリストを務めている。バックスのバイオリン競争曲は、 初演後ほどなくして、エイドリアン・ボールトと録音も果たしたが、その半年後に、遺願のため、イルクリーで没した。ありがとうございます。